はい、どうもリクツーと申します。今日はサイレントで、アセンションゼロで心臓を倒していこうと思います。実はですね、アセンションレベル3までねサイレントやったんだよね。楽しくて、ここまで死ななかったかな。アセンションって、難易度が上がるんだけど、レベル1だとエリートがより多く出現、2だと通常の敵の攻撃力上昇、3だとエリートの攻撃力上昇とかね。3はクリアしてないんだ。だけど、アセンション解除して、この状態で、鍵を集めて心臓を倒します。こんにちは。はい、こんにちは。間違えてナイフデッキにしちゃった。これ、ナイフデッキで、お前、心臓倒せんのかよ。カードプレイすることに 2HP 減ってくんだぞ。バカがよ。どうすんだよ、これ。おい。助けて。悪い、俺死んだ。はい、またタイムイーターで申し訳ないんだけど、めっちゃ強いデッキ作りました。もうね、これぶっちゃけ心臓勝った、こんな感じ。見ればわかるけど、毒デッキです。毒ね。さっきめっちゃ気持ちよかったのがね、毒150とか与えてエリートワンパンした。138×2276、あと36ダメ。ってことはさ、これさ、バウンドフラスコ触媒でよくね？触媒？いや、そうするともう一枚だけ。いや、これ心臓に残しとこう。あ、じゃなくて。あ、違う。あ、気づいた。え？こんなことが起こっていいの？このターン3枚カードを使いたいんですよ。で、バウンドフラスコ触媒だと2枚だから、バースト、触媒。で、しかも、毒を3倍かける2。許されていいのか、こんな作戦が。え、自分で自分が怖い。これ、勝っただろ。え、完璧じゃない？あ、待って、雑魚戦やばいかも。アーティファクトを。で、まずこのアーティファクトを剥がすところから始めなきゃいけないから、有毒ガス1回打てばターン開始時に毒剥がせるんで、これを打とうかな。あ、金切り声、いやダメだな。有毒ガス確定の前に残像かな。10ダメっしょ。じゃあいいや、バックフリップ、バックフリップ打って、これはまだ使わない。これ1回使うと廃棄されちゃうから、これシンプルにダガースロープラス打って終わりにしよっか。10ダメだったら全然大したことないし、良いシュートを来た。良いシュートを来ちゃったらさすがに使うわ。使わない。ちょっともったいない。シールド意味ないよ、毒だから。で、これでアーティファクト剥がれた。死体爆破もいいんだよな。死体爆破打とうか。私の敵に攻撃すると、そっか、今度左向いてこの 10×3 のダメージが倍になるから、あ、1.5倍になるから、死体爆破を矛に打って、金切り声を上げて火力を下げる、バックフリップで防御、脱力使います、矛に。 OKOK、 これでこのターン全然耐えられる。9ダメだったらいいよ。は？毒を3倍だから、完全に倒せるね。じゃあな。一応こうやってやっといて。はい。死体爆破！じゃあな。いやーちょっと。え、瓶詰めの竜巻マジ？体力減らしすぎたな。パワーカードを1枚、テンプにできるっていうレリックなんだけど、うちのカードだと残像と用意周到。あ、有毒ガスにしようか。待って、体力やばいかも。次のターンは確定でデバフを与えてくるんだよね。このターンだから準備ターン。いや、ブラーで今のうちに防御を稼ぐ。ありだな。有毒ガス。いや、ブラー今いらないわ。いや、でもブラーしないとさ、防御が次のターン全くないから。あ、保留にすればいいんだ。保留と、一定なマジで。毒の人差し打っとこう。ターンエンド。ブラーと、サバイバーかバックフリップどっちかなんだけど、バックフリップかな、さすがに。保留。
やばい、ちょっと不安になってきたな。5枚入る。オッケー、何も引、あ、負傷引いちゃったか。不意打ちが脱力にでしょ。脱力は絶対打ちたいけど、36ダメージ。バックフリップまず打って、不意打ちは確定。で、脱力24ダメージに減った。準備打とうか。死体爆破と負傷いらない。わかった。集中使って、ダガスロと不快感捨てて、バウンドフラスコとブラーにしよう。バーストも使おうと思ったんだけど、バースター保留。で、18かさ増し。いや、これでも痛い。45ダメ。こういう時に、金切り声を使って、バックフリップ。触媒来たか。不正ポーション使えばよかった。やば、ポーション使えばよかった。死んだ。これショック。空気を引いちゃったからエナジーが足りないんだ。うわ、マジか。ショック。あれ？このゲームって、あれなの？戦闘の途中中断ってできないの？あ、最初僕、スキルポーション使ったんすよ。あ、そう。で、これアドレナリン取って、で、引いて、あ、そう。心臓の死の鼓動が、タングステンの棒の効果で、なくなるんですよね。1軽減するから。だから、これは気にしなくてよくって、でしょ。バナの威力が赤べこの効果で8ダメージプラスになってるので、ガラスのナイフの方がいいのか。ガラスのナイフをまず打ち込む。まあ、このターンは準備段階にするということで、フットワーク、無力化、有毒ガスまで確定。略奪じゃね？略奪打とうか。アドレナリン取っとこう。で、次のターン、高温クリートの効果で14ブロックを得ます。で、そう、1×12 だから食らわないねって話。で、このフットワーク用意周到プラスは使うとして、あー、空気を引くのか。毒をね、もうこのターンにかさ増しさせときたいんですよ。あ、準備一旦打とう。ダッシュ、いや、君たちいらない。やばいやばいやばい。アドレナリン使って2ドロー。ヒールフック使って1ドロー。イカ様か。イカ様はこのターン使いたくないんで、用意周到打ちたいよな。フットワーク、うん、むずい。あ、用意周到で、ダッシュ10ブロックで、致死毒だな。これで終わりで、フットワークイカ様は取っとこう。はい、で、このターンはノーダメで、次強打なんですよ。一発一発がでかい攻撃だから、ここで僕は不快感を引かなきゃ多分厳しい。だから、うーん、まあ、そのためにイカ様を取っといたんだけど、イカ様使うとして、5枚引ければいいんでしょう。フットワーク、ドッジロールディフレクト、まあ、いっか、ドッジロールディフレクト、イカ様、ドロー、オッケー、不快感来たんだったら不快感だけでいいかな。うん、不快感打って終わりにしましょう。33なんで、この2枚取っとこうか。28、25か。13、毒13ね。12に減った。そしたらバウンドフラスコとか打ちたいんですよね。で、このターンバフなんで、ガンガン殴って OK。無力化プラスとか。バウンドフラスコは確定で打ちたい。あとは、ま、致死毒とか、いろいろ打ちたいカードはあるけど、猛毒の仕込みプラス今打つべきじゃないと思うんだよな。ダガスロで反射を捨てましょうか。3枚ドロー。ディフレクトは一応打つけど、じゃあ猛毒の仕込みだな。うん、猛毒の仕込み打って、一応ディフレクトでね、やけどダメージ減らしといて、ターンエンド。ドッジロールサバイバーは取っときたいな。はい、これでエンド。多分次攻撃だよね。強打だった気がする。あ、違う。連続攻撃24だから、この2枚が22ブロックしてくれる。だから2エナジーを使うとして、まあ、シンプル、死体爆破、ドッジロールサバイバーじゃね？で、イカ様取っといて、次のターン確実にドローできるようにしておく。じゃね？死体爆破、ドッジロール、サバイバー、略奪捨てて、エンド。この2枚、取っときましょう。で、これで、4ダメ食らいます。あ、違う。タングステンの効果で2ダメに減ったんだ。で、25だから、ダッシュ打つのは確定。プラス
ブロックが今ちょっと見えてないんですが、これは使いましょう。複製ポーション、あ待てよ、次の2枚のカード、あまあいいんだ、使いましょう。バウンドフラスコをまず2回打ちます。ドクサン4が、2回なんで、ドクサンが8回24毒で、さらに致死毒、待って、致死毒打ったら、あーまだアドレナリンあるからいっか、まあ、致死毒を2回ぶち込みます。14毒64でアドレナリン打ってエナジー増やして、ドッジロールいいな、ドッジロールいいけど、さすがにブロックが少ないのでダッシュ、ダッシュで OK、 18ブロックでターンエンド、どうしようかな、準備反射にしとく。次のターンブロックがディフレクトしかないので防御は欲しいか、じゃあ反射じゃなくてドッジロールだな。でこのターンは9ダメ、ちょっとダメージが加算できたな。あーこのターンブロックいらないんだ、バフじゃん相手。このバフって多分死の鼓動のダメージが2に増えるやつだと思うんだよね。うん、次のターン無力化ヒールフックとか打ちたいからドローしなくていいな、むしろしたくない。あ、まあでも保留できんのか、こういう時難しい。まここは串刺しプラスシンプルに1枚だけ打ちましょう。カードの枚数がね3枚以下だと次のターンに追加で3枚引けるんで、このままエンドします。ドッジロールサバイバーはもらっとこうか。うん、3枚引けるからドローはいらない。で70入って44、そうだよね、死の鼓動が1増えたということで、まあ、こっからはカードを使うたび1ダメずつ食らっていきます。サバイバー確定だから打とう、負傷いらない。でヒールフ、いや無力化でまず脱力26年ヒールフック打とう、ワンドロー、ドッジロール、ブロックもうちょい欲しいな、ブロックがねこのデッキないんだよ、4種類しかない、まあ、それをこのドローカードとかで補ってるんだけど、いっぱいデッキを回してね、イカサマします。こう、あ来たね、ダッシュ一番いいやつ来た。うん、ダッシュしてバウンドフラスコを取っときましょう。ターンエンド、うわやけどめんどくせえな、バウンドフラスコ確定、いい準備だな、ドローカードないと死ぬ。これで3ダメ、いや2ダメを食らって、9ブロック返ってくる、36ダメこのターン、マジ。ただ毒をかさ増しすればなんとかなるんじゃないか。ディフレクト、ヒールフック、ダッシュいいね、ダッシュバウンドフラスコじゃね、ダッシュバウンドフラスコ、123、これで12毒89毒、致死毒と準備は取っときましょう。結構食らうな、いて15、んーちょっと待てよ、え待って、このターンのと次のターンで倒せるよね、あ倒せる、毒で勝手に死ぬ、じゃあ OK だ。ドッジロール、サバイバー、やけど、無力化、致死毒、エンド、準備だけもらってって、来た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 、普通の人差し遅いね、えターンエンドでいいんだよね、怖い、こういうの怖いんだよな一応使っとこうか、ターンエンドだ、お前の負けだ心臓、止まれ、毒ぴったり100ダメ、気持ちいい、サイレント最強、ああそうだ、ここ違うんだ、かっけー、このイラストマジで大好き、心臓にとどめさせて、あ君はロープで帰っていくんだ、一応あれだよね、女性なんだよねサイレントって、お面つけてるけど、かっこよ、サイレントが一番好きだわ。でベータカードアートをアンロック、はい、ということでご視聴ありがとうございました。サイレントで心臓戦でした。